今田耕司、頂き女子りりちゃんの懲役9年に、見せしめじゃないけど、重くしてもらいたい。今田耕司、58、が28日、フジテレビ系、ワイドナショー、日曜午前10時に出演。詐欺などの罪に問われた、頂き女子りりちゃんこと、渡辺麻衣被告、25、に対する判決についてコメントした。渡辺被告は、恋愛詐欺のマニュアルを販売したり、男性の行為につけ込むなどして契約1億5500万円を騙し取ったなどとされる。名古屋地裁は、懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡した。渡辺被告は、法廷で、父親から暴力を受けてきたことなど孤独な家庭環境を語ったが、今田は、寂しいからといって、人が一生懸命働いたお金を騙して取り上げる。人の心をもてあそぶのはどんな生い立ちがあるにせよ、絶対許されることではない。懲役9年を重いとする意見には、当然、そういうことをしたらこれくらいの罰はあるんだと。見せしめじゃないけど、重くしてもらいたい。初犯でも9年、10年。今からいろんなことができる可能性があった。この10年を犠牲にしてまでやることなのかどうか、他の人にも知らしめてほしいと厳しい口調で語った。恋愛詐欺マニュアルについても、犯罪集団を作ろうとしているようなものと話すと、オズワルド伊藤俊介は、犯罪の意識が、そこまでなかったと思う。頂き女子りりちゃんって名乗っちゃってる時点で、配信もしてるし。今田は、こんなにシリアスな、悪いことなんだって、ここでと今回の判決が抑止につながることを期待した。